絶好調に日々修行日々修行って思ってた日々修行やなと思ってたら、ひとりさんの言葉も今日のひとりさんの言葉は、あ、おはようございます。はい今日のひとりさんの言葉は、毎日生きていることが魂の修行、無駄なことは何もない。人間は魂の修行のためにこの世に生まれてきました。ただ修行といってもそんなに難しいことではありません。毎日生きているといろんなことがあります。それが修行です。1年生きていれば1年分修行ができます。10年生きていれば10年分修行ができます。無駄に見えても無駄なことは何もありません。無駄なことは何も、本当に、無駄なことは何もない、毎日よく偶然か必然かとか言うけど、本当毎日奇跡の連続で生きてると思ってます。これは本当にそう思ってますはい。で、また緊急事態宣言って言ってるので、まあ緊急事態宣言が起こるたんびになんかいいことが起きて、前回ので、緊急事態宣言が起きた時に、まあね、もうこれもうルーティンでちょっとね、自分で負荷かけますね。前回はたまたまその時、鴨脇さんが、本のクラウドファンディング、本の営業をしてくださいみたいな、ボランティア営業をしてくださいみたいな感じで、まあ、やったりしたんですよね。でそれでやっぱこうすごいいろんな気づきがもらえて、あ、俺はやっぱなんかね、自分が今やってる仕事がやっぱ一番合ってるんやなと、なんかいろいろ、本当いろいろね、融資、あ、投資とか、いろいろこうなんか、何、アンテナ張ってるといろんなものがやってきて、でやってみるんですよね。やってみて合ってる合ってないみたいなのがどんどん分かってきて、で面白かったのは、そのうちの一番上の兄ちゃんと一緒にランチ行った時に、いや兄ちゃん、うちの兄ちゃん、そのポイントをね、有効利用するのがめっちゃうまいんですよ。聞くだけで、ふわ、ポイントだけでそんな何万円とかも、こうね、ポイント作ってたり、すごいなと思って。まあ仕事してないから暇だからやるんでしょうけどね。で、じゃあ俺がそのね、それにそんな時間かけられるかっていうと、かけられないんで、でそうしよったら、この間ね、カード詐欺にあったんで、カードがこうね、再発行されたんで、そのカードでまた手続きをいろいろせないけんないんで、そうしよったら、するのにドコモに行ったんですよ。ドコモのカードを勧められて、いや俺このカード来るの、この新しいカード来るのに2週間ぐらい待ったのにとか思って、で待ってそう思ったんやけど、で要は今使ってるカードのポイントが いまいちこう有効利用できてないんですよね。あんまりよう分かんないんですよ。で分かんないんやけど、分かんないんですよ。でドコモのカードに変えれば、まあドコモさんに聞いたりとか、なんかいろいろサポートしてもらえば、いろいろ使えるかなと思って、そうだからこういろいろお金のね、有効利用するのにいろいろアンテナ張って、まあ誘いを受けたものはこういろいろこうチャレンジしてみて、で自分に合う合わない、これチャレンジするとね、本当ね、こう試しにやってみるのは本当いいですね。もう合わないもの、もう最近合わないものは、あ、僕これ違いますからって断られるんでね、あ、ちょっとやっぱ見てないみたいですって言って、でもなんかこう先にワクワク感がちょっと感じるやつは、ちょっとね負荷があってもやっぱやってみるとどうなのかなと、だからドコモのこのカードをまた2週間待たんといけないけど、カード作って、このカードに全部切り替えたりした時の先がどうなってるのかな、またお金の支払いとかがドコモのね D カードとか、とにかくなんかポイントの
集まるのがめっちゃ良さそうなので、こうポイントはやっぱね、有効利用した方がいいなって思うんですよ。ただいっぱいカード持つとね、わけわからなくなるので、わけわからなくなるし、ね、ローソンとかでも使えますよ、どこどことかでも使えますよとか、なんかすごい言われるけど、いや俺そこ行ってねえしみたいな、ね、そういうのもあるんで、だからね、いやこれだから本当に今日ひとりさんの言葉やけど、毎日本当無駄なことはない。なんかこうで、今回緊急事態宣言にまたなったので、緊急事態宣言になるたんびに俺のグレードがアップされるんで、これ ちょっとね、携帯がね、アップデートが初めてこの携帯に変え、ドコモに戻ってアップデートね、前モバイルの時はアップデートとかいうあれがサービスが来ないので、もう2年間ずっとそのままなんですよね。で全然それでも問題ないんやけど、まあ何回もアップデートって来るけね、まあアップデートしてみたんやけど、こう機能が良くなるんやろうけど、こう変わるから何この画面みたいなね。いやこれはだから、これおじいちゃんおばあちゃんたち、これね対応できんやろうなと。俺はおじいちゃんおばあちゃんたちの教室をいっぱい持ってるから、こんなん来てもおばあちゃんたち対応できんやろうなって。で一時最初はちょっとね、携帯自体もその機能にアップデートしたから使いやすくなりましたみたいなこと言ってるけど、それに携帯がまだ機能についてこれなかったりしますからね。いやもうほんと、まあ、また今日ちょっとディズニープラスがね、iPad とかでも見れるようになるみたいなので、それをちょっと聞きに行くんですよ。で、まあ本当代理店があるということは、なんかすごい代理店じゃ、ね、お店になんか聞き行けるっていうのはちょっと安心感がね。でまあ涼しいとこでお姉ちゃんたちとキャッキャ言いながら 話ができるので それはそれで楽しみやなと思って、はい、今日もちょっとドコモに修行に行ってきます いやでも本当いいですよ、毎日毎日ね、修行だなって思います、いい修行してるなって思います。はい、な感じで今日もひとりさんありがとうございます。本当に無駄なものは何一つない、アンテナ張ってたらね、で言葉に出してたらね、融資、投資とかが、ね、気になるよねって言ってたら、でそういう話の流れからお兄ちゃんが、いやまあ俺ポイントをこうしてこんなんして、まあもう月も今3万円ポイント稼いだけなとか言って、すごいねってね、だけなんか自分も得意な、兄ちゃんは楽天とか言おったんでね、楽天銀行に全部変えた、で変えるとねポイントがどんどんもらえてとか言って、はあそうなんやって、ちょっとドコモでそれをチャレンジしてみようかなと思いますね。まあ来たものを有効利用していくのが、ね、目の前のことを有効利用、どん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 いいものに変換するのが、まあ、俺の人生なので。でね、合うものはやるけど、合わないものはやらない。ですよ。はい、そんな感じで、今日も、毎日、いいし、いいし、さしすせそが言えない人間です。今日もいい修行が、ちょっと毎日いい修行ができてます。よかったね。はい、ほっほっ、ははは、ほっほ、ははは。イエーイ、いいぞ、いいぞ、イエーイ。もうね、緊急事態宣言になると、うわ、また緊急事態宣言やんってね、まだなってないけど、ほぼほぼなると、またこれで俺、上がるなって思うのと、やっぱね、おばあちゃんたちが緊急事態宣言になると出てこなくなるんでね。それだけがね、おばちゃんたちに会えなくなるおばちゃんたちがいるのがちょっとね、寂しいけど、まあでも、もうこれも経験しなさいっていうことやろうけ そこは無理せずにまたね、出てこれる時になったら出てきてくださいねってもう言うしかないんでね。はい、頑張ります。晴れ晴れとした顔で。
頑張る、ね、じゃあ大丈夫手順かよ、大丈夫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 、なんとかなる手順かよ、なんとかなる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 、ついてる手順かよ、ついてる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 、高評価ボタン、チャンネル登録、体にいい話、メンタルにいい話、栄養の話、笑う話、小説いっぱい見てください。よし、小説をね、まあもう1年過ぎたけ、またちょっとその後の面白きことのなき面白くを書かないけんと思いながらね、もうなんかいろんなことがありすぎて、もう話がまとまらないんですよね。で、書いてない。まあ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 。笑顔作って終わろう。笑顔、ついてる笑顔で、に、プチ。